19世紀後半のフランス・パリ、ルノワール、シスレー、ピサロ、セザンヌら一群の画家たちが知り合って、彼らは、写実主義の美学を学ぶとともに出るけれども非常に旧態依然としたアカデミズムの絵画にとても不満を持っていました。まあ、彼らはそういった旧態依然とした状況を打破すべく新しい絵画を模索し始めます。彼らがヒントとしたのは、一つには、エドワール・マネという画家の、非常に新しい絵画でした。マネの絵画というものは、それまでの伝統的な絵画を意識しつつも、けれども、主題に新しさ、すなわちは現代の主題を扱い、しかも描かれ方としては、ただ単に、古い美術をそのまま応用するのではなくて、例えば色彩の使い方、あるいは筆の使い方などに、あらゆる面で新しい革新というものを取り入れていました。マネが活動していたバティニオール街というところにカフェ・ゲルボアというところがあったんですが、そういったところにマネはもちろんのこと、ルノワールやセザンヌという画家たちが集い、そして新しい美術を模索し始めました。そしてその結果として、印象派の画家たちは1874年に、第1回印象派展を開き、そして絵画に革新をもたらすわけです。印象派の絵画はそれゆえに、その色彩、それから描法、それから主題といったところで新しい変革をもたらしたわけですが、一方で一つ大事なことがあります。それは何かというと、17世紀の後半に至るまで画壇において女性というものは全くいなかったわけではないんだけど、それほど重んじられていたわけではなかったわけです。けれども、この印象派というグループはですね、自分のグループの中に女性というものを自由に取り入れて、そして活動をしてもらうわけです。メアリー・カサット、それからベルト・モリゾ、それからエヴァ・ゴンザレス、それからマリー・ブラックモンという一連の画家たちは、そういった中で自分の力を発揮し、そして19世紀後半の絵画市場に大きな大きな足跡を残しました。アーティゾン美術館はその前身である1952年の開館より、コレクションの非常に重要な部分として印象派をその中心に据えてまいりました。けれども、こういった女性画家たちの作品というのは残念ながらずっと収集することはありませんでした。けれども、ブリヂストン美術館が休館に入った後、集中的にこういった画家たちの作品を研究し、そして幸運にも彼女たちの作品を代表する4人の画家、5点の作品を収蔵することができました。今回のコレクション展示の中では、この機会に得られた5点の作品を一つのコーナーの中で集中的にご紹介をしております。今回のこのギャラリートークの中では、その5点の作品についてご紹介したいと思います。まず最初にご紹介するのはメアリー・カサットです。メアリー・カサットは、アメリカに生まれた画家なんですけれども、非常に豊かな家庭に生まれておりまして、小さい頃よりヨーロッパをはじめとして世界中を旅する、そういった、とても、裕福な生活をしておりました。その後、そういった旅行によって培われた、美術の教養によって画家を目指すわけになるわけなんですけれども、1860年代にアメリカのペンシルバニアでアカデミーで学んだ後、1866年に、ヨーロッパへと渡ってまいります。その後、彼女は伝統的なサロンでそこへ出品することを目指すわけなんですけども、やがて印象派の画家ピサロと出会い、そして印象派展へと導かれていきます。その印象派展の中では、特にエドガー・ドガと彼女は非常に仲良くなりまして、エドガー・ドガといえばもちろん彼は、パリの街中で活躍した非常にダンディーな、作家なので、そういったパリのですね、現代生活ということを映すことに彼女も感化していくわけです。特に彼女が注目したのは家庭内の母子像ということでありました。家庭内の母子というのはそれまで、肖像画の中でもそんなに注目されることはなかったんでしょうけれども、その現代に来る、母子像というのをさまざまな姿でそして描いていったわけです。彼女は1890年代にはすでに名声を得るわけなんですけれども、この作品はそれからさらに10年ほど終えた1901年の作品です。
見てみますと、肖像画、まあ、母と子が描かれた肖像画のようですが、一方で、自然の中に、まあ、佇む、まあ、母子像をスナップショットで伝えたような、そういった作品になっています。色彩もとても明るくですね、資料を基調として、全体的にとても明るい明るい、それまでの肖像画では考えられなかったような非常に明るい色彩で描かれています。一方で筆の運びなどはですね、各所のところで非常に荒くは描かれているんだけれども、けれどもとてもビビッドで、とても、全体的に映えるような、そういった描かれ方がしております。描かれているのは母子像で、お母さんが子供、女の子とも 男の子とも見えますけれども、男の子が沐浴あるいは水浴した後でしょうか、そういったところが描かれています。後ろの方にはこの絵が自然界で描かれたことが分かるような、緑が見えますし、一方で左上の方にはおそらくはこれは水面でしょうね、水面に周りの木々が揺らいでいる様子というものが描かれています。まあ、印象派の時代を経て、メアリー・カサットはこういった母子像の名手といく、なっていくわけなんですけれども、この作品は彼女のそういった集大成の一つを見せているというふうに言えるのではないでしょうか。メアリー・カサットによるもう一点の作品、娘に読み聞かせるオーガスタという作品です。先ほどの作品に比べると多少違った印象を受けます。色彩も落ち着いていますし、構図もとても安定しています。先ほどの沐浴の、絵画というものが比較的印象派らしい、すなわちは、光を浴びてとても明るい空間の中に、けれども人物はスナップショットのように斜めの構図の中に置かれていたとすると、この作品は人物がとてもすらりと中央に置かれていて、それから斜めの構図としての、斜めといいますか横に、置かれている、椅子でしょうね。こういったものがあることによって画面全体がとても落ち着いた様子で見えます。一方で色彩も緑を使ってはいますけれど、比較的落ち着いた色を使ってありまして、これが、この作品の特徴となっています。と言いますのも、この作品は先ほどの作品に比べると10年後に描かれた、1910年に描かれた作品でありまして、これはメアリー・カサットの一番画業としては最後の方にあたるものです。と言いますのも、翌年になりますとメアリー・カサットはさまざまな病気にかかってしまいまして、次第に筆を置かざるを得ないような状態になってしまうわけなんですけれども、その前に書かれた作品ということで、まあ、この作品は先ほどの作品にさらに加えて晩年の、まあ、メアリー・カサットの特徴というものを表している。先ほど申し上げたように印象派というものを例えばその子どものドレスといったものに、まあ、継承している一方で、とても落ち着いた空間、これはおそらくはメアリー・カサットがフランスにおける肖像画の歴史伝統というものを、再び、まあ、この作品の中に取り入れようと思ったことと思われます。ということで、まあ、メアリー・カサットの1900年代の2つの作品がありますけれども、全く違った表情というものをこの作品の中で見ていただけるのではないかというふうに思います。次にご紹介するのは、ベルト・モリゾです。ベルト・モリゾは生粋のフランス人で、まあ、印象派の初期から活躍した印象派を代表する女性画家というふうに言えるかと思います。彼女ももともとはサロンで、まあ、作品を発表することを目指していたんですが、1864年にサロンに初入選後、その直後にですね、エドゥアール・マネに、紹介をされるわけです。その後急激に彼女は印象派に寄ってまいりまして、印象派の画家たちと交流するとともに、印象派展をその活動の舞台としてまいります。この作品はその印象派展の第1回展が開かれる2年前、すなわち1872年に描かれた作品です。真ん中に、黒い素敵な女性を、ドレスを着た女性、そしてその隣には、小さな女の子がおります。柵がありまして、その奥には外景が広がっていますが、これはまさに1870年代当時のパリの街を表しているわけです。この彼女が立っているバルコニーは
バンジャマン・フランクリン通り、すなわちですね、今で言うとそれこそ、パリ市立美術館やあるいは、パレド東京といったところがあるところに近いところで、その眼下に広がる様子は実はここら辺には今はエッフェル塔が立っているわけです。まあここの、その当時というのはもちろんまだエッフェル塔がなかったので、まさに1870年代パリの大改造が行われるその直前あるいは変わりつつある様子をこの作品は描いているというふうに言えるかと思います。奥の方にはこの金色の屋根が見えますけども、これはハンバリット、ハイヘインですね、が描かれております。ここで彼女が描きたかったのはまさに変わりゆくパリの世界、それからそこで生きる女性ということでありまして、まあ遠くの方にはですね、パリの変わりつつ、行く姿というものを比較的空気炎法絵でほんわりと描いているのに対して、柵のこちら側に女性というのはまさに当時のファッションに着飾った、黒い衣装で、しかもその隣には青い衣装の上に、まあ、白い上着をかけているような可愛らしい、背面から描かれているけどもまさに可愛らしいという様子が非常にわかる、女の子の様子が描かれています。彼女の場合も印象派の技法らしくですね、非常に荒い筆致でけれども全体的には、明るい筆致で描かれているわけですけれども、その一方で例えばこの切れ切れになっているこの、まあ、花瓶の様子であるとか、あるいは、彼女が持っている傘のところなどは筆致は荒いんだけれども克明に描かれていて、その材質というものを我々に非常に鮮明に伝えるようになっています。このモリゾという画家は実は、マネととても、近い関係にありまして、マネが、彼女をモデルに絵を描くとともに、まあ、彼女もマネから作品、非常に大きな影響をもらい、一方でマネ自身に対しても非常に大きな影響を与えたというふうに言われています。エヴァ・ゴンザレスの眠りという作品です。エヴァ・ゴンザレスはその名前が示す通り、その祖先はスペイン人でありまして、お父さんはエマニュエル・ゴンザレスと言いますが、やはりスペイン出身でパリに出てきて作家として名を成した人です。一方で彼女のお母さんはベルギー出身の音楽家で、それゆえに彼女はですね、小さい頃から文学あるいは音楽といった、それから絵画ももちろんそうでしょう、非常にその恵まれた環境の中で育つことができました。そして彼女は画家を目指すわけなんですけれども、1869年に、画家エドゥアール・マネと出会います。そして彼女はマネのモデルとなるとともに、マネの唯一の弟子となって、定期的に、マネの指導を受けることになりました。当然ながらマネは当時では非常に、もう先進的な画家でしたから、まあ、そういった先進的な感覚というものを弟子として、唯一の弟子として大きく大きく影響を受けたわけであります。さてこの作品ですが、描かれているのは、夜の帳が降りた後でベッドで休む、女性の姿です。描かれているのはおそらく、画家の妹と思われまして、彼女が、まあ、フランスらしいちょっと窮屈そうなベッドの上で、まあ、とても、柔らかそうな枕の中に、顔と手をうずめて、休む様子が描かれています。手前には、椅子が置かれていて、椅子の座面にはとても刺繍が施されたものでしょうか、華やかな模様があり、その上には薄絹が描かれています。この夜の寝室という主題自体がやはり当時としてはとても新しいものであり、一方でその描かれた方というものも、これまでご紹介されてしてきた作品以上にですね、非常に荒く描かれている。それから、暗い雰囲気でありながら白を基調としながら、とても、夜の風景でありながらとてもとても華やかな風景に仕上がっているところがこの作品の大きな特徴であろうかと思います。エヴァ・ゴンザレスはとても有名な作品として目覚めという作品を描いているんですが、その作品はこの作品とほぼ大きさが同じで、朝の、女の子が目覚める様子を描かれたもので、それはおそらくはゴンザレスの最も有名な作品と言えると思います。この作品はそれゆえにそれと対が
いわゆるその同じ雰囲気のものを2枚描いたうちの1枚であるというふうに目されています。マリー・ブラックモンのセーブルのテラスという作品です。マリー・ブラックモンもフランス人なんですけれども、父親は海軍士官けれども小さい時に父親を亡くしてしまいます。その後母親とともにフランス各地をまあ転々とし、最後にはフランス近郊に引っ越すわけなんですけれども、その頃より彼女は近所のいわゆる女性を相手に絵を教えている画家のもとで画業というものを開始します。その後サロンへの出品を目指し、最終的にサロンに送った作品というものが一つのきっかけとなり、アカデミスムあるいは新古典主義の画家アングルに認められて、まあ、その下で働き始め、画業をさらに進めてまいります。けれども1860年代に、彼女は版画家フェリックス・ブラックモンと出会い、その後結婚することになります。このフェリックス・ブラックモンという、まあ、作家はですね、版画家で第1回印象派展に出品した、まあ印象派の版画家としても知られる人で、まあ、それゆえに彼女はその後印象派の画家たちと、とても仲良くなっていくわけです。この作品に見られるように、それゆえに彼女は非常にしっかりした人物像でありながら、その色彩その描法といったものは印象派を非常に、体現しているものというふうに思われます。描かれているのはセーブル風景と言いますのも、もともとはパリの街中に住んでいたんですけれども、彼女は子供を産んでからですね、ちょっと体調を崩して、夫フェリックスと共にセーブルという、まあ、比較的穏やかな ところへ引っ越すわけです。そしてそのセーブルの緑豊かなところを背景に人物像をさまざまに描くわけなんですけれども、この作品はそういったものの代表的なものの一点とされるものです。描かれているのモデルが誰であるかということは明確には分かっていませんけれども、真ん中に描かれているのはおそらくファンタン・ラトゥールだと言われておりまして、その左側には、その奥さんであった女性が描かれているというふうに言われています。一方で右側にいるメランコリックな様子で輪ゴに手を添えている女性は彼女自身が描かれたという一方で、息子はこの女性についてはそうではなくて彼女の姉妹を描いたものじゃないかというような意見もあります。実際にフェリックス・ブラックモンはですね、このセーブルでマリー・ブラックモンが制作している様子というものを書いておりまして、その中ではマリーがその姉妹を描かれている様子というものが書かれています。